それに先立ちまして、藤井プレゼンさんによる両チームなどにレフリーに花束の贈呈でございます。デビル正美選手、そしてタランチュラへ、さらに挑戦者のジャガー横田へ、ミミ萩原選手へ今フジテレビから花束が贈られたところであります。続きましてチャンピオンベルトの返還でございます。これよりチャンピオンベルトが返還されます。今日は審判部長の松永俊邦が両チームを分けるわけであります。いやー、それにしてもあの松岡さんね、はい、このデビル正美タランチュラ、うん、2人のあのチームというのはもう 3AA の世界タッグ選手権を取ってから全く不敗でしてね、ちょっと勝てる相手がいないんじゃないでしょうか。あの個人的にもタランチュラ一人でも強いですね、はいはい、2人とも本当にあの悪役じゃなければ素晴らしいレスラーですよね。はい、花さんね、これからコミッショナー宣言なんですけども、このデビル正美とタランチュラはですね、まずあの不敗のチャンピオンと今言われておりまして、いろんなチームがですね、人を変えて、ところを変えて挑戦してくるんですけども、もう全く圧勝という感じでね、実力まさにナンバーワンのチームであります。ボリュームありますよね。はい、柔道館というか、はい、ということで、デビル正美選手より、この試合に、つきまして、木刀は、使わないということで、コミッショナーの方に、これは異例ですね。まあ、あの繰り返し繰り返しコミッショナーから通達がありました。木刀を使わないようにということなんですけども、デビル正美選手、今日は正々堂々と 3AA の世界タッグ選手権を戦おうということなんでしょうか。木刀の返還であります。これは全く異例のことであります。ただいまより本日のメンさあ、いよいよこれから選手の紹介であります。自ら毒蜘蛛と名乗っておりますタランチュラ。新曲「燃え尽きるまで」を発表いたしました。開き直りの人生であります悪の哲学を今リング上に咲かせております。デビル正美選手が紹介されました。歌でも対決、ミミ萩原選手も新しく3曲目を吹っ込んでおります。そして今日はその組とガッチリとコンビを組んで 3AA 世界チャンピオンの登場であります。ジャガー横田、ミミ萩原選手が不敗のチャンピオンチームと言われておりますデビル正美タランチュラを破ることができるかどうか。いよいよこれから試合が始まります。それにいたしましても燃え尽きるまでというのはですね、本当にあの、デビル正美選手の開き直りの人生というんでしょうかね、悪の哲学を歌った歌でして、しかも歌唱力が抜群ということでね、今や大変な評判のようですね。歌はうまいですね。はい、これから60分3本勝負 3AA の世界タッグ選手権が行われるわけであります。この試合はね、はい、デビル側からの申し入れもありまして、一切木刀を使わない、今あのコミッショナーに返還されましてね、面白くなりそうですよね。はい、僕とお使った時点でね、はい、反則負けにするんです。ああ、そうですか。はい、まああのリング上でね、ね、思い切り戦ってもらいたいものであります。今松永審判部長より両チームに対しまして試合前の準備であります。そして例によって握手には応えません。今試合が始まりました。まずタランチュラ、そしてジャガー横田、後ろからちょっとねデビルがジャガー横田を捕まおうといたしました。この件はね、十分に見てもらいたいものであります。あの、ジャガーもよく知ってますよね。はいはい。さあ、おーっと今度はミミがやったお返し。しかし、いやいや、ジャガーを思わずミミのね、顔面に一発。タランチュラをロープに振った。あーっと、あーっとジャガーが放送席の前に落ちてまいりました。早くも場外であります。早くも場外戦になりました。タランチュラを捕まえた。あー、ミミが行っている。ミミが首の先を捕まえた。早くも二手に分かれました。場外戦であります。いやこの試合は大変です。二手に分かれました。場外戦を展開。今ジャガーが入りました。デビルは放送席の前であります。さあどうなりますか。デビル軍団も勢ぞろい。はい、早くもようなムードであります。
場外戦をね、今ジャガー横田がね、思わず場外に押されて逆に仕掛けた感じではあります。不気味な雰囲気がリングサイド漂っております。まああれですよね、あのこのジャガーとミミのコンビでね、はい、あのこの2人に負けれることがあればですよ、これはもうちょっと興奮してきましたね、うん、はい、最強メンバーでしょ。そうなんですよね。さあジャガー横田が今コーナーの方に作ってまいりました。強敵はどうやらタランチュラでしょうか。陽気さんに今日はサポーターを巻いて登場。いやジャガー横田らしいですね、速攻が出ております。テンポの速い攻撃であります。ミミだってあのテンポという点ではね、このジャガー横田に負けません。今日はあの挑戦者チームはですね、キレのいい速い動きを見せてもらいたいですね。速攻ですね、はい、ご覧ください。もう低い体勢でバッチリと決まっております。体力的にはどうしてもミミなんか負けますからね。はいはい、ボストンクラブですね。さあ盛んに足を染めております。ミミ萩原であります。トランチュラ足を固められました。そして今度は膝を固めました。いやー、花さんが乗り出すようにしてこの試合を観戦中なんですけども、これは花さん本当に現在今最高の試合と言ってもいいか分かりませんですね。いつもより逆の展開ですね、はい、今日は。はいはい、あーっと萩原選手速攻が出ました。回転蹴りがため、さあトランチュラちょっと苦しくなりました。思い切ってボディースラムであります。もうミミちゃんこれが持ち味ですからね。はい、あーっと逆にドロップキックを切ってしまいました。不利な体勢からでもちゃんと攻めていくんですよ ね。そしてデビル正美選手コーナーでミミ萩原選手が完全に捕まった。また場外ですね、また場外であります。4人の選手が今場外に散っております。向こう側ですね、一番奥深いところで場外弾頭。そしてこちらではご覧ください、本部席であります。本部席でもやってますね。はい、はい、途中であの入ったんですよね。途中で戻って私一回見に行きましたよね、今思い出した。なるほどね、あ、そんなことありましたね。はい、ね、はい、このミミ萩原選手がね、今日はちょっと苦しい試合になります。デビルはさっきまた狂気を持ってたみたいでしたよ。いや、花さんはね、ミミ萩原選手はあのタレントの時代からよくご存じでしょ、はい、ね、今はこうしてね、格闘技の世界で立派に自分のあの、地位を築いてるんですよね。チームの目標強敵というのはこのミミ萩原選手に決まったようであります。一方挑戦者チームはここまでの試合経過を見てますとタランチュラということになりましょうね。まあそうですよね、お互いに、はい、あの軽量級に絞っていかないとしょうがないでしょうね、はいはい、両チームのね、ですから狙いというのはよく分かりました。果たしてこの狙いがどう展開されていきますか。今日の 3AA 世界タッグ選手権チャンピオンのデビル正美、タランチュラに対しましてジャガー横田、ミミ、萩原といったコンビが挑戦しております。まあこれが挑戦者としては最後のコンビと言われております。最強コンビですね。はい、だからあのダイナミックジャガーとしては代表選手会ですからね。そうなんですよね、面目にかけても負けるわけにはいきません。とにかくこのチャンピオンチームは、まあ、ミミ大森組からですね、去年の8月ですか、そうですね、福島でベルトを取って以来連続5回防衛であります。全部ホール勝ちですからね。千葉、大阪、熊本、安来、そして広島ですよね、うん、ですからこの新春チャンピオンシリーズ1983年の第1試合が6回目の防衛戦ということになります。今日はどういった試合を展開してくれるでしょうか。6回目の防衛戦見事に成功させますがチャンピオンチーム、さあミミがどうやら標的になっているようでありまして、盛んにチャンピオンチームの攻撃がミミ一人に向けられております。集中している感じ。トランチュラのヘッドバット、こういう試合運びちゃんはやっぱ慣れてるんですよね。はい、強敵を絞るとすぐもう、はい、一切も出さないんですよね。そうですね、自分のコーナーでしかしもう一ついってます。いや、しかしあのヘッドバットはね、思い切ったヘッドバットですね。いかにも覆面をしているトランチュラならではといった感じの思い切ったヘッドバット。さあコーナーに飛ばしたがミミよく見ています。回転蹴りが止めれました。18番の回転蹴りが止め、不十分でしたね。はい、さあ依然として髪の毛を掴んでおりますトランチュラ。ミミ萩原選手がちょっと苦しそうになりました。超満員の後楽園ホール 3AA 世界タッグ選手権、息を飲んで観戦中であります。
判部長の松永俊樹に汗びっしょりであります。依然としてミミ萩原選手が捕まっている。そして今デビル正美選手がどうやらタッチを受けました。入ってまいりますか。デビル正美選手が長い髪の毛を無理と掴んでおります。さあどうするか。エプロンでね、とりあえずコーナーマットにタッチつけました。そして入場という二人目のデビル正美選手、この辺は貫禄十分、うまさを増してきました ね、 ね、はい、ニコニコしいという感じでね、そしてジャガーとデビルの対決であります。これも大きなものの一つだ。あーっとジャガーの大技、二人のジャガーらしい大技。あっとまた行った、後ろから行った。このまま地獄固めはどうでしょうか。カウント2であります。いやジャガー横田のね速攻、ちょっとデビル正美選手は危なかったがすぐに反撃であります。髪の毛、髪の毛、そうですね、髪の毛を引っ張ってやってみるんですよね、はい、これ反則なんですよね。片谷 3AA 世界タッグ選手権者、そして片谷 3AA の世界シングルチャンピオン。もったいないような対戦であります。しかしデビル余裕もつけますね。まあこの2人がねいつか対決する日がね、地位を消さなきゃいけないでしょう、はい、強烈なクロスショップ。これはデビル18番、また一回クロスショップ。体力の内容としてはこういう動きを受けると苦しいですよね、はい、ジャガー横田ウィークポイントを攻められている。そしてタランチュラ登場。タランチュラ、あキックでねちょっと負荷をいたしました。どうでしょうか。うまいですね。タッチできない、タッチできませんでした。タッチロープも、ね、タッチロープを握ってなかったんですよね。したがってタッチは認められません。さあタランチュラロープに振った、どうするか。ジャガー横田、うーんとここがフライングボディープレスであります。何かあのジャガー横田のサーカスプレーですね。はい、あっと今度はヒップ攻撃、ヒップアタック。さあロープに振った、あっとヒップアタックまた効いた。さあミミがトップロープに上がっている。どうするか、思い切ったキックか、膝を使いましたね、うんうん、はい、そして強烈なブレンバスターがどうか、来ました、うん、18番必殺技、ジャガー必殺が出ました。素晴らしい技、ジャガー横田の必殺技であります。ジャガー横田選手スペシャルで勝ちました。はい、さあこれから2本目が始まります。デビル正美選手がですねちょっとタランチュラをねかばうような感じがありまして、ね、今松永俊樹に審判部長が相手を変えております。さあタランチュラそしてジャガー横田の対決2本目、1本を挑戦者チームが取りまして、これは面白くなりましたですね。ちょっと意外なあの、はい、今回1本目はデビルの方が取るんじゃないかと思ったんですけどね、はいはい、こうなりますと挑戦者チーム体力がないだけにですね早めに一つ肩をつけたいとそういった気持ちになるでしょう。さあタランチュラをロープに振ってミミ選手が言っております。強烈な技、そして今どうでしょうか。人間風車に行きました。ミミ萩原選手人間風車、ちょっとタランチュラ動きが止まった。カウントが入るかどうか、入れさせません。今デビル正美選手にタッチであります。しかしこれは認められておりません。タッチロープを握っておりませんでした。デビル正美、はい、あ、いいわけですか、はい、認められましたね、はい、さあ不気味な不敵な感じで入ってまいりました。デビル正美であります。一本を取りました挑戦者チーム、ジャガー横田ミミ萩原、この後どう戦いますか。力比べになりますとどうしてもミミとしてはね、はい、不利であります。一生懸命踏ん張ってますね、はいはい、懸命に踏ん張ってはいますが、後ろからタランチュラが行っている。あーっとロープに詰まっているミミに対しましてねクロスチョップ攻撃、この野郎というデビル正美選手であります。そういえば今日ですねベースボールマガジン誌のデラックスプロレスですか、はいはいはい、去年の大賞がデビル正美選手に与えられましてね、しかもあのジャガー横田選手も特別賞を授与しております。その表彰式もリング上で行われました。今乗りに乗っておりますデビル正美、しかし今日は大ピンチ。ジャガー横田ミミ萩原選手の挑戦を受けて1本を失っております。大ピンチのチャンピオンチーム、
やはり場外乱闘でね、何かあの試合の流れというんでしょうか、組み立てを変えていくような必要もありましょうね。どうぞ流れを変えようという。はいはい、だから今でしょ、あの場外乱闘ではブラックの方が押してるんじゃないですか。そうですね、しかしですね、試合前に木刀の献上がありましたでしょ、いつも場外乱闘では木刀を使ってね、自分で試合を進めていくんですけども、あ、何を使ってる、カメラコードを使われちゃちょっと困るんですけどもね。あらあら、タランチュラがカメラコードを首に巻いてしまいました。これは大変であります。あーっと、マイクを取った、マイクのコードを首に巻いた。マイクは生きてますんでね。あれ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 、これは大変なことになりました。木刀は献上をいたしましたが、デビル正巳マイクを取ってそのコードを耳の首に巻いてしまいました。いやー、殴ってるんですけども、あの PA で入ってますよ、場内に、マイクで叩いてます。あーっと、やられました。これはたまりませんですね。マイクが入ったまんま、耳萩原選手木刀を献上しても、これはたまりません。とうとう1本を取られてね、ちょっと後がなくなりました。余裕を失いましたチャンピオンチーム。マイクのコードを首に巻きつけたまんま、耳萩原選手失神寸前であります。今場内から反則取れていくことができますけどね、はいはい、お母さんが、しかし場外乱闘そのものは反則なんですよ ね、そうなんですね。それからこれ取れないんですよね、はい、いやなんとかしかしね、収集してもらいたいところでありますが、場外乱闘が続いている。どうなんですか、審判部長のカウントは続いてますね。カウントは続いて、はい、カウントは続いてるんですけども、はい、場外乱闘今上がってまいりました。掘り投げですね、あのだからもう打倒のダメージを受けてるから、一回転キック、一回転キックであります。今ここで決めるでしょう。キック、そして耳萩原選手もう一回ローリングキック。いやタランチェラ、これはどうしますか。今デビル正巳が入ろうとしております。デビル正巳が入るか、最後はねデビル正巳選手にねタッチであります。さあ耳萩原選手ロープに飛んだ、どうか、耐え上げた、耐え上げた、このまま落とすか、バックドロップか、バックブリーカーです。バックブリーカーですね。バックブリーカーに行きました。そして2人がかりか、2人がかりか、2人がかりでどうするか、落とすんでしょう。2人がかりで落とすか、これはあの相手を落ちましたよ。はい、これは完全に決まりました。カウント3入るでしょう。いやもう最後は右萩原選手はね、意識朦朧でありますね。完全にブロッキング、1本はチャンピオンチーム選手したんですけども、かえって2本目は倍になってお返し、1対1になりました。はい、何かね、今はあのおっとっとっと、ちょっと待ってくださいよ、反則が起こってるんですね、はい、だから反則だからその、あれはあのホールじゃないって言うのが、ね、起こってるんですね。それが起こってる。確かにですね、まあ、あの厳密に言いますと2人攻撃ですよね。これはあの監督でありまして、あ、審判部長が今ジャガー横田選手にやられております。それで起こって攻撃してるんですよね。いや、あんまり攻撃するとチャンピオンにやられておりますけども、あまりやると危ないですよ。危ない危ない。あーっとやられました。これまずいですよね。あんまり攻撃するとね、しかし少なくともあの心情的にはね、あ、今度はデビルが組みました。今度はデビルが組みました。いや、机攻撃であります。机攻撃を組みました。今日はあのジャガー横田選手がですね、すごいハッスルですね。ジャガー横田選手がすごいハッスルで、どうもあの松永審判部長はですね、下に血だらけですよ。今度は鉄柱攻撃を受けました。2本目が終わりまして1対1、決勝の3本目というところで、場外乱闘とうとう審判部長控え終わりました。どうなりますかね、ドローになりますか。あーっと、ちょっと待って、あーっと、いきなり来た。はい、原さん大丈夫ですか。耳が怒ってますがね。はい、どうやらこれドローになりました。ドローになりました。ノーファイトね。はい、あーあああああったったった。今日は右とですね、ジャガー横田が異常に怒ってます。非常にハッスルですね。はい、このまま試合が続けられますが、もう顔面は鮮血にまみれております。デビル正巳、あーっと、高いところから落としましたが、よかった、危なかった、危なかった。ジャガー横田、なんとか若い選手はこれを受け止めました。今度は耳萩原が危ない。顔面真っ赤、鮮血に顔面を染めておりますデビル正巳。しかしボディースラムかどうか。いやー、高いところから落とします。
った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 、どう打つか、こちら側に落としたら危ない、こっち側に落としたら危ないぞ危ないぞ危ないぞ、いや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 、ひどいですね、これはもうどうしようもない、収拾がつかなくなった場内であります。新春チャンピオンシリーズは大荒れ、カウントが続いてます。まだ試合が続いてます、カウントが続いてます、試合も続いてます。しかしリング上には誰もおりません、リング上は誰もおりません。場外乱闘、壮絶な場外乱闘、向こう側体当たり、ジャガーとそれからミミ萩原、カウント3になりました。顔面真っ赤の今デビル登場、顔面真っ赤のデビル登場、さあ挑戦者チームちょっとピンチ、挑戦者チームピンチ、どうでしょうか、2人でどうか、2人でどうか、抱え上げた、おーっとブレンバスターです、ブレンバスターです。さあ上からいった、カウントが入る、2つ3つ入った、3つ入った、篠防衛、いやーデビル雅美、タランチュラ、篠防衛、かろうじてチャンピオンベルトを守りました。それにいたしましても壮絶な一戦でした。後楽園ホール鮮血にまみれて、今 BWA 世界タッグ選手権チャンピオンチームが篠防衛であります。期待を割って鮮血にまみれてデビル雅美選手必死の防衛、しかし今度はジャガー横田選手、ミミ萩原選手が納得いたしません。いやーまさに興奮の極地、敗れた挑戦者チームジャガー横田、何かもう泣きわめいてますね松岡さん。いやーすごい、私も何十試合もね、はい、見てますけど、まさにこれは格闘技というよりもね、喧嘩になりました、両チーム本当にもうこれは喧嘩、いやーすごい、ちょっとこれは行き過ぎですね。満員のお客様総立ち、新春チャンピオンシリーズ第1戦 3AA 世界タッグ選手権、苦しかったがかろうじて6回目の防衛に成功であります。いや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 、これからチャンピオンベルト、そして認定証が渡されますが、それにいたしましても誠に壮絶な一戦でございました。デビル雅美選手も額を割りました。そしてこれを分けておりました松永審判部長も額を割ってしまいました。しかし審判も大変ですわこれは。しかしあの審判部長 も最後なんか執念に近かったですね、リングアウトしなかったのはね。認定賞デビル雅美のアンジェラーの、あなたは全日本女子プロレス協会主催の選手権試合においてチャンピオンになりましたので、ここにこれを認定いたします。昭和58年1月4日、全日本女子プロレス協会の西名古屋さん、千葉、大阪、熊本、安住、そして広島に次ぎまして6回目の防衛を見事に果たしましたチャンピオンチームであります。上田コミッショナーから今認定証が渡されております。またデイリースポーツからトロフィーが今勝利者賞として贈られております。